先ほど東京都に大雨警報、洪水警報が出ました。こちらが大雨洪水警報が出た地域になります。現在の雨の様子を見ていきたいと思います。こちらは17時30分現在の皆様からいただきましたリポート。関東周辺見ていきますと、この黄色の豪雨という雨足が非常に強まっているリポートが多くなっています。そして関東南部拡大していきますと、こちら埼玉県と東京都のちょうど境の周辺ですね、こちらにはこの豪雨というリポートが集中していまして、一部ではバチバチというあられや氷が降っているというリポートが届いています。こちらレーダーの画像を重ねますと、このように現在発達した雨雲が埼玉県周辺に存在しています。でこの非常に発達した雨雲、この後は次第に東の方へと進む見込みです。ですのでまだこう雨足が強まっていない東京都心を含めて、そして千葉県内ですとか茨城県内もこの後大雨になる恐れがあります。この後はこの雨の強まり、そして雷や雹などの激しい現象に十分に警戒していただきたいと思います。